プールオリジナルあなたに聞かせたい歌があるんだより荻野智役主演の成田凌さん前田由香役、伊藤沙莉さん片桐昭役、藤原季節さん中澤佑人役、上杉秀平さん島田正巳役、前田敦子さん望月香織役、田中玲奈さん そしてメガホンを取りました萩原健太郎監督ですさあ本作の主要キャストと監督が勢揃いしましての豪華舞台挨拶となりますどうぞ皆様よろしくお願いいたしますお願いします,しします皆さんこんにちは本日はありがとうございます、えー、荻野という役を演じまして成田亮です本日はよろしくお願いします、えー、こんにちは、えー、本日はお越しくださり誠にありがとうございます前田由香をやらせていただきました伊藤沙莉ですよろしくお願いします はい藤原季節です今日はあの短い時間ですがあの上映は長いですがよろしくお願いしますはい上杉周平です中澤という役を演じさせていただきました今日はよろしくお願いいたしますこんにちは前田敦子です島田正昌役をやらせていただきました一気見上映楽しんで帰ってくださいよろしくお願いします。 え皆様今日はお越しいただきありがとうございます素敵な皆様と一緒に登壇できてとても嬉しいです今日はよろしくお願いしますあ、名前田中れ奈ですよろしくお願いいたします <laughs> あ、えー、皆さん今日は、えー、お越しくださりありがとうございます、えー、監督の平原です、えー、よろしくお願いしますいよいよこの後数時間後には本作配信がスタートということになるんですけれども今のお気持ちとまた本作のその制作どういったやり取りからこう生まれていったのかというのを教えていただいてよろしいですか はい、あのこれ「萌えがらさん原作」なんですけどちょうど45年ぐらい前にあの萌えがらさんが「僕たちはみんな大人になれなかった」っていう小説を出してすごい面白いと思ってこれを映像化したいなと思ってそう伊藤さん、ね、出てらっしゃってツイッターで,で DM 送ったんですよ。でそうしたらまさか返事くれるとは思わなくてで萌えがらさんが返事くださってで2人でご飯行きましょうってなって。 でご飯食べながらあじゃあゼロから一緒に何か作りましょうという経緯だったんですね。でこうな,なんだろうな大きくこうこういう方向にしようとか特に決めたわけでもなくなんとなくこう萌えがらさんが仕事中にこう書いたものを送ってくださって僕はそれにこうなんかちょっと返事をしてみたいなやり取りが数年続いてでこうようやくこう物語の輪郭ができてきたっていう流れなので本当にこうなのな すごくこう自分の中でもこうすごく大切な作品でこうやってこうようやく45年経ってこうやってこう皆さんに、ね、あの見てもらう日が来たっていうことがすごくこう感慨深くてちょっと緊張してるんですけど、はい、っていう感じですね、はい、萌原さんの作家性に共感されて <laughs>、はい、オリジナル作品を一緒に作られたということになるんですが。えーうん この作品物語がです、ね、17歳の夏の教室での出来事というのがスタートになります、始まりになるんですけれども登場人物の、えー、大き人生に大きな影響を与えた出来事ということで本当にあの皆さんも、ね、ハッとするシーンだと思うんですが教室に関するシーンだったと思うんですが皆さん制服を着ての撮影だったかと思いますまずちょっとそのシーンについて伺いたいと思いますが成田さん、はい、あのシーンの撮影はいかがでしたか なかったですね教室のシーンはなかなかハードなスケジュールで朝から晩まで2日間やっぱり8話分の教室の撮影を全てその2日間に集約していたのでなかなか撮るなと思ってましたけどあんだけ撮っていた理由が完成を見て分かりましたももう本当にもうあそこから全て物語が始まっているのでいろんな,なんかこの1つの部屋1つの空間ですけど。 見える世界がそれぞれで違っていてでこうかから見えているものもすべて違うのでなんかそれをすごい表現されていたなというのは17歳のシーンということで皆さん制服を着ていらっしゃいますけれども、うん、その辺りはこう何か心がけたこと17歳のシーンで何かこう意識されたことっていけ、うん、てたよね。みんなね いけてました。行けてましたけけてました。なんかなんですかね。なんか意識されることってあるもんなのかな。高校生だからって。なんか無垢であろうと思いましたけどね。確かに。なんか,なんか騒ぐよね。騒ぐ。うん、騒いだね。騒いだよね。ちょっと自分と多分季節は騒いでたと思います。席が後ろ前だっ。尻取りのやつだよね。り,りで、うん。 歌の歌詞でしりとりをするっていうゲームをずっと2人でしてて、はい、まあなんでそれをしてきたかというとこうみんなこう巻き込むこともできるけどなんかそしたら誰誘って誰誘わないみたいなってもあれだなと思ったんで2人で淡々とやってみんなの頭の中でこうあ,あれあるのになみたいなことを個別参加みたいなしてくれてたらいいなラジオ感覚でやってましたね。 まあ、うるさかったとは思います。すいません。そうですか。伊藤さんうるさかったですか。そのお二人は近くにいらっしゃって、あの時の撮影はどうでした,真たで。真横でしたけど。いやでもなんかすごいリアルでしたよ。高校時代ってこういうなんか男子の遊び聞かされてたなみたいな,ないそういう横のでもなんかなんか聞いちゃう自分もいるし、それこそラジオ感覚じゃないけど <laughs> 勝手に楽しんで聞いてました。<laughs> 制服での撮影というのはいかがでした。制服ね。だから、うん、心 がけたこと私、一つあるんですけどめちゃくちゃやっぱ年をね、うん、重ねていくと、うん、より乾燥するんですよ、足とか。<laughs> あのだから、うん、ピチピチに見えるようにボディークリームをすごいやたらと塗ったりとかはしてましたね、一応あとやっぱ教室はなんかわかんないけど眠くなるっていう,もう習性がありましたね、やっぱり。 ですかね、あれはもう条件反射的に眠くなるんでしょうかね反射です、<laughs> うん、教室、なぜか眠くなってましたね,ね藤原さんとか、いかがででした制服での撮影僕はまあ見た目が若いですからね、特に,、うん、特にあの高校時代にかけてるる眼鏡は自前です、えーはい、自前の眼鏡でだからちょっと目がちっちゃくなってるっていうのもあります、ねうん、あ俺は大人になってからの眼鏡自前だわ。嘘うん <laughs> ちょっと違ったけどこの後出ると思いますけど <laughs> そうなんですね、うん、上杉さんはいかがでした制服ででそうですねなんか僕は窓側の席でノートとペンだけ渡されてて歌詞書いてる手でバンドマンの設定だったんであれなんでずっと落書きしてたんですけどうそういう高校時代だったなって改めて,人くなて、うん、めちゃくちゃ壮大な絵描いてた <私 S 2> 壮大な絵描いてたよね <laughs> な,んかなんか思い出したわ今、ね、あったねなんか寮に言われた気がするそうずっと絵描いてました 自身の学生時代ともちょっと重なるような、はい、僕もずっとカードで書いてましたね。はい、なるほど、前田さんは。はい、あの、まあ、さっきっちょっと、結構ギャルですもんね。そうなんですよね。だいぶな。ギャルでした。どうでした制服での教室のシーンは。<laughs> うん、まあ、恥ずかしかったので、とにかく。<laughs> ちょっと、それを隠すために、ちょっと、テンション高めだったのを覚えてます。<laughs> という臨時教師で、望月先生が。 入ってくるとというところなんですけれどもちょっとここからはあの各登場人物についてそれぞれの演じられた皆さんに伺っていこうかなと思うんですけれども、えー、望月先生はですね生徒たちの10年先を歩んでいる先生ということで高校の臨時教師高校での夏の出来事で学校を去ってしまうという今現在は派遣社員として働いているんですけれども、はい、こう演じられていてこの10年先を歩んでいる先生をこうどういった気持ちで。 演じられてましたうんそうですねやっぱり共感はすごくありました本当にあの生きていてうん、うん、全部が全部正しい場所正解の場所そのみんなに、うん、何だろうあの絶対大丈夫って思われる場所って生きているとやっぱりどこかしら何かで失敗があったり後悔があったりしていくと思うので。 なんかそういう部分をちゃんと経験してたりとか背負ってたりとかすごい人間らしい彼女が私はとっても愛おしくてあのもちろんまだモヤモヤしてる彼女だったりするんですけどなんか私の中で愛すべき女性でしたね。うん 10年先でもやっぱり悩みもあるよというところもね世代別で描かれていましたがまたあの他の登場人物の皆さんの共通項でもあるベストセラー作家並木翔平のえまあジャルジャル後藤さんが演じられているんですけれども唯一対面するのが望月ということで撮影現場いかかがでしたかあ東京タワーがすごく見えるビルの屋上で撮影だったんですよね。 だからすごくこう幻想的な世界がな気がして、ね、んなんか現実なんだけどこう夜空に浮かぶ東京タワーがすごい綺麗でそのなんだろう、なんで本当に物語の中に自分がいるような現実だけど現実じゃないような,なんかふわふわした気持ちでやっていたんですよね。 スクリーンにも投影されてますが、本当に幻想的ですよね。はい、ありがとうございます。そしてあの成田さん、小木ノという役柄ですけれども、はい、役者の道を諦めてサラリーマンになっているという青年ですが、うん、あのまず出来上がった作品をご覧になって全体としてどういったご感想になりました。いいって思いました。本当になんだろうな、こうそれこそ,そさっきちらって言ったけど教室のあのシーンをいっぱい撮るとか。 で、逆に自分のとこうなだろう。最初のあのスナックのシーンとかはポンって分かったらずっと撮っていくみたいなこととか。監督はあんなに優しい人だけど、実はすごい尖った人なんじゃないかと。なんかちょっとそういう印象を受けたというかであって、僕客を,を読んだ時、なんかセリフが少なかったんですよ。セリフが少ないからこそ、確かにやれてたこととか感じることというか、共感性を生むようなところもあったと思うんで。 なんかそのセリフがない自分たちの例えばこう、ね、伊藤さんが電車に乗る後ろ姿から物語が始まっていく自分の後ろ姿ほどけ歩いているところから物語が始まっていくという後ろ姿を見ただけでその人の現状がわかるというかどういう人間だというのが分かってくれるようなそれをこうちょっとずつこう紐解いていく20分間がこう続いていていやなんだかこれは。 うんみんな響いちゃうんじゃないかなと思い,きま,思いましたけどねこれだけ詰まっていて1話20分っていうのがまたすすごいですよねうんだからといってこううなんだろう押し付けがましくないしなんかこううんただの傷のなめ合いでもないしなんかそっと本当に寄り添ってくれる人たちがいるよねっていうそれでいいじゃないかというような物語なのでなんか素敵だなと本当に思いました、全部見て。 平凡なサラリーマンという、ね、役柄になってますけれども、うん、監督とはどういったお話をされたんですか小学生の時にに、こうじめましての時にこに、荻野という人間がどう生きてきたか、<laughs> どういう人間なのかっていう,こう文章をいただいたので、そこから荻野、どういう人間なのかなっていうのをこう考えながらですけど、やっぱりまだ余白のある役音なので、こう現場で監督と話し合いながら、こう思う、あ,あ、思うっていうのは。 言い合いなががらやってまましたね、えー、ありがとうございます監督、本当に成田さん、最後の顔がもう、ときますよね <laughs> そうですね、ねなんか、8話、まあ、最後、ねこうで、出てくる人たちがいて、でその彼らの顔がやっぱり、一番よく見えるようにしたいっていうのはずっとあったので、ま,あね、まだ人生の途中で話は終わるんですけど、うん、それはすごい意識しました。 はい、はいありがとうございます。そして、えー、伊藤さん前田由香という役柄を演じられていますアイドルになりたかった女性で10年ぶりに実家に帰るという役柄なんですけれども、まあ、オーディションのシーンとも出てきますが伊藤さん、何かこう共感されることああ、あありままししたかかかそそうでで、ですすね。あそこまであ、まあ、ちょっと見てないからあれかもしれないいられもあそこまですごく露骨に失礼な審査員に会ったことがないから。<laughs> うわこういうのもあるかって思ったけどなんか最初書かれていたその台本の中ではその自分の番が終わったら帰るっていう設定というかとがきだったんですけどなかなかやっぱこの9歳からやらせていただいててななかなかオーディションを受けてきたんですねだからその,その経験をもとにその監督に。 これ自分の番が終わって明らかにうまくいってないのにここにいなきゃいけないしかもその他の人たちの,その自己紹介から全部を見届けなきゃいけないっていう時間が結構きついんですけどっていう話をしてそしたらあのとてもなんていうかいいですねみたいな感じで言ってくださってじゃあそうしましょうって言って残るっていうふうにそれで残ってた方がやっぱきついんでその胸の痛み的には。 そういうのがあなんか自分のやってきたことが何気にその情報というか活かせたっていうのはすごい嬉しかったですね。リアルな心情としてまあ監督脚本もねちょっと変えられたんですね。なるほどありがとうございます。あのちなみに平凡だけど退屈じゃないというこれ萌エガラさんが一番実はこの最初に書いたエピソードが2話だったということで、<ー>はい。 そそのセリフもこううれますよね,そうで,すねでもねでもが柄さんってすごい前お話しさせていただいた時にその普段みんなが通り過ぎるとかそのスポットライトが当たらない人たちに当てるのが好きっていう話をとてもよくされていたのでなんかそういうことなのかなってすごい今回もまた思いましたね。はい、なんかその、うん、退屈だけど平凡じゃないっていうセリフ大丈夫かなこれちょっと指摘すぎるかなみたいなことをすごい不安があってたらしくて。<laughs> でも、なんか言う人が言うと、すっと入ってくんだなみたいなことをさっき言ってた。さすがですって言ってた。え、私?うん。あ、そっか。私のセリフか。か二人とも言ってる。さあ、そうだった。うん、人の言葉として、ちょっと受け取ってました。<laughs> すいませんでした。<laughs> <laughs> あの、伊藤さんは、お子さん、子供時代から、こう子役として、この世界にいらっしゃいますけど。諦めようとか、こう夢を、こう道半ばで、やめようみたいなことって思ったこと、ないですか?。 あ自らそれはないですけどやめた方がいいのかなはありますそのやってていいのかなとかその何か、うん、自分の中でレベルアップステップアップしていけるのかなっていう不安だったりとかそういうので保証がなさすぎるから続けてていいのかなっていうところに陥ったことはありますねでも結局好きが勝つからやめるには至らなかったです。 今こちららにいいいっしゃるととうう、はい、ありがとうございますさあそしてあの藤原さんが演じられた片桐ですけれども小説家になりたかった青年で、はい、図書館であ,のある女性に一目ぼれをするという女性にもう告白して結構、ちょっとつ申しんで当たっていくという役柄ですけれども最初の初恋は望月先生なんですもんね。ねはい、この一目惚れして告白するラブストーリーって藤原さんいかがでしたいやラブストーリーリ はいいですよねやっぱラブストーリーっていいよね。口動かれたのかなと思っちゃったラブストーリーってやっぱあの、ね、喜怒哀楽全部詰まってるし、うんあね、離れたら寂しいし一緒にいたら嬉しいし楽しいし全部なんかわかんないけどずっと不安だしねずっと不安だし、うん、だからラブストーリーやれてよかったなって思いますね あのー、印象的なセリフで芥川賞を取るので付き合ってくださいという、まあ、告白のシーンも出てくるんですけれども成田さんがこのセリフ藤原さんにすごくぴったりのセリフだっおっしゃってたんですけどんかどっかで言ったなそ,そうそうなんかそのわけわかんないまっすぐさというかとりあえず行ってみるみたいなそれってでも俳優だとなんかアカデミー賞を取るので付き合ってくださいみたいなことですよね、うん、めちゃくちゃダサくないですか,そ,か <laughs> それが似合うって結構危なくないですか大丈夫ですか うん、似合いいままままますすすすお返しししし、うん、かりりりた引き取ります、はい、ありがとうございますさあそして上杉さんなんですが中澤あの、先ほどもちょっとお話に上がりました27歳までの10年間、まあ、武道館 2days という、えー、その公演を夢見たバンドマンを演じられていますけれども区切りをつけて、まあ、どうするかというお話になって、まあ、ちょっと、ね、予告でもありましたけどラーメンを作っている姿も出てきましたけれども。 これは台本読まれたときはいかがでした、どんな印象を持ちましたそうですねまず歌うんだって思ったのが最初だったんで、僕歌う、歌大丈夫ですかねって話から入ったんですけど、やるってなったらやるしかないんで。テノットとは別に、僕自身もいろんな、今も夢の途中ですけど、いろんな夢を選択してこなかった夢もあるし、諦めてきたものもたくさんあるから。 なんかそういうのはすっと27歳の中澤も30歳の中澤もすっと割と共感できたところが多かったのでなんか一回読んだときに,に一番なんか何かを感じました、ねはい、あの今、ラーメン屋さんのシーンが映っておりますがラーメン屋のシーンの撮影後に。 こう劇中で、えー、お客さん役だった皆さんにラーメンをなんか振る,わ,振る舞われたんですよね店主の方がもうラーメンお前作れるからやってみろって言われてそう全員分作って出して食べていただきましたね、えー、結構練習はされたんで,すかうんでも本当、事前に1回ぐらいなんですけどでもやっぱりプロのはすごくてなかなかうまくはいかないですけど、うん、本当、1日ぐらいずっと教えてもらいました。うん どのまあ、その練習もあり歌も歌いラーメンも作るというそういうの多かったですね中澤ねなんかちょっと裏での練習系、はい、ありがとうございます、はいはい、ということで、えー、続いて前田さん、はい、島田正美なんですが、はい、人気アイドル八木京子のものまね芸人七木京子という「夏色のメモリー」という、ね、楽曲を歌っている姿 さすがでございましたが、ご自身でこう踊られて歌ってみていかがでしたか。そうですね。久しぶりな感覚ではありましたね。高いヒール履いて。<laughs> しかもあのこれまではご自身がこうモノマネされることはあっても<い>アイドルをモノマネする役っていうのは。そうですね。ね普段は金太郎さんがモノマネしてくれてるので。<laughs> <laughs> そうですね自分がそういう立ちでも実際私のモノマネをしてくださってる方が来てくれたりとかして、えっと、本当のモノマネ芸人さんが他に3人いらしたんですかね結構はいやっぱ見てるとすごい,すごいなんだろうパンチがあるなと思って少しだけやってくれたりとかしたんですけどやっぱその人たちの才能もやっぱすごいなって皆さんプロだなって思いましたね 振り付けも、あの夏色のメモリーって、実は。伊藤さんも、これね、ちょっと踊ってらっしゃいますよね。うんうん、そうですね。私が憧れていたアイドルの。モノマネっていうことですよね。うん、そう。そうです。どっちも。前田さんなんですけど。そのアイドルも。そうだね。そうですよね。<laughs> なんか変な感じにしちゃって、ごめんなさい。<laughs> 振り付けはどうですか。難しかったですか。<laughs> 先にね。もう練習して、先にそのシーン撮ってたもんね。撮ってましたね。 そうだから私とき麒まいちゃんは結構ハッハッってやってましたけどなんかやりながらこれ前田さん絶対完璧だよねみたいな感じで話してましたえでもすごい上手だったあありがとうございますあなんか褒められましたすごいあのシーンすごい可愛いですよね手作りっぽい洋服着てあそうですね文化祭みたいな感じのはい いろんな角度のカメラで見てみたかったなっていうあえて、ね、ちょっと引、うん、きのショットでしたけどね、はい。といったシーンも注目なんですが萩原監督、本当にあの細かいところまで見ていくと一度見ただけでは見きれない本当に詰まった作品だと思うんですけれども監督ご自身としてこういったところに注目してほしいというポイントがあったらぜひ教えていただきたいんですがいかかがでしょうかあのさっき伊藤さんもおっしゃられてたんですけど やっぱこう日陰の人たちあのスポットライトをこう浴びてこなかった人たちその自分の人生なのに自分の人生の主役から降りた人たちの話であるのでそういう,こう光じゃなくて影をきれいに撮りたいなと思って、えっと、それは意識していてただ核はそれぞれ全員こうスポットライトを浴びる瞬間を作りたいなと思っていてでそのを浴びる瞬間を作りたいなと思っていて。 何ですかね、誰にも気づかれないけれど、えー、また自分の人生のこう主人公にこう一瞬になるみたいなそういう瞬間を作りましたね、はい、そういうのは割とこうだろと映像とか全て含めてこの登場人物たちのこう心情を皆さんの心情を表したいと思って、はい、考えてました。 もう映像もとにかく美しいのでね今日、スクリーンでご覧になれる皆さんは本当にラッキーだなと思いますけれどもあありがとうございますさあそして、えー、ここからはですね本作のストーリーにちなんだお話を皆さんご自身のお話を、えー、お聞きしたいなと思うんですが登場人物たちのように皆さんのこれまでの人生で最も後悔していること出来事をぜひ教えていただきたいんですがあの時あれやっておけばよかったなとかあれをしなければよかったなでも。 結構ですす順番に伺いたいいたと思いますこんな、ね、重大なことをライトに聞くのもどううかと思んんですが成田さん大したことじゃないんですけど、はい、なんか本当にもう信じられないぐらいのペースで思い出すのがサッカーの試合中中学生の時に <laughs> こにゴールの目の前であの時スライディングしていれば点を決めれたんですよ。っていう状況がものすごい浮かんでくる。それ,それを多分 スライディングをして点を決めていればもっと戦える人間に育っていったかもしれないなと思ってその成功体験このチャレンジをしてからの成功体験みたいなことがねあれスライディングしてたら人生変わってたなというか何回も思い,出しかい,いすっごい何回も思い出して、ね、今俺初めてかも人前でこの話をしてる小さすぎてなんかサッカーしてたんですけど 人とぶつかりたくないし、ヘリングしたくない、スライディングしたくないという人と、この、なんだろう。痛いことを嫌だなと思いながらやってたんですけど。そこで点決めてたら、痛いことも戦える人間になっていて。今、ここにいないかもしれないです。でもそういう感情を持ってる成田さんだからこそできる役があるんじゃないですかね。そうですよね。うう今後も別に誰も、誰にも言うことはないだろうけど。<laughs> <laughs> そんな下向かないでください。<laughs> はい、なんか今ので、なんか消化できた気がします。あ。 本当ですかこの場であの頃の自分で、ね、あれをしてないからダメだったんじゃなくてあれをしてないから夢があるんだよっていうことを言ってあげたいです。はい。<laughs> グーいただきました。はいありがとうございます。久 <laughs> 藤さんは <laughs> いかがですか。そう,ですね、うんあ小学生の時にオーディションそれこそ行っててでその時モノマネがそ,それこそ自分の中でブームで。 長州小力さんと柳原加奈子さんをどのオーディシ世代だもんね、うん、え世代あそうですそうです世代、ね、ちょうど世代でであのプロフィールに書かなくちゃいけないんです特技特技がなさすぎて「ものまね」って書いてたら振られるようになってでやってたんですけど一回あるなんかそのオーディションの時に一回やってすごい受けたんですよでああよかったと思ってしたら二次審査も呼ばれてでもう一回やってあれって言われてやったんですよ 三次審査になった時に「もう一回やって」って言われてこれ私ものまね枠で呼ばれてるなって思ったんですよ <laughs> なんかこう芝居見てもらってないなって思って <laughs>、うん、なんかちょっとブレイクタイムみたいなこいつでちょっと笑っとくかみたいな感じで呼ばれてる気が小学生ながらにしちゃってで「やんないぞその何回も」って言っちゃったんですよ。何回も何回もじゃやりに来てないみたいな感じで言っちゃって混ぜた生意気なね子供だったんですけど。 そしてなんかおっとっとみたいな感じに審査員さんもなってなんかおやおやみたいなで、まあ、やらないならいいけどさみたいな感じで終わったんですよもちろん落ちたんですけど <laughs> なんか普通にやっとけばよかったなってちょっとたまに本当ににたまに思い出すなんかそんなよくわかんないなんかプライドなのかなんか,わかんないけどいなんか意味がないって思っちゃってやんなかったのが全然、もっとこう楽しく終わればよかったじゃんっていう,う、ね、そこのよくわかんない。 ところそれ何の番組だかは自分では分かってるんだ分かってますああそうそう <laughs> そう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 ちょそいい、ね、うそ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 すそます、ね、ありがとうそうそうそうがうそ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 う本当そう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 そ そういう感じですかね。あんまないですね。ちょっとさっき悔やんでましたよね。あ、さっきは悔やんでましたね。そうそう、あのー、十分ぐらい休憩があって、あのー、お弁当二個食べちゃって。それ今血糖値が爆上昇して、すごい、ちょっと眠りが。ライトもあったかいし。こんな話はいいんですよ。お返しします。はい、ありがとうございます。でもいいちょっとあと十分ぐらいなんで、頑張ってください。舞台で初めて、史上初寝る人。<laughs> いいよ。いや,いやつい別に。いや、起きる、起きる。きるやっとくよ。<laughs> 起きる、起きる。 そんなんで伝説になりたくないです。本当にピンチになったら言ってください。はい、ありがとうございます。上杉さんはいかがですか。いや、僕もさっき成田くんが言ってたなんか人格形成に影響してるよなっていう話のもっと大きな話なんですけど <laughs>、あの高校多く海外だったんですよ。日本の高校行きたかったなって思いますね。なんかこれはこれで行ったことはプラスにはなってるのはまもちろんなんですけど、なんかあそこで。 結構人種的なことも含めてタフになったこともあれば日本でもっと身につけられた繊細さもあったよなっていう割とシリアスに制服着て自転車とか乗りたかったなっていうのはすごい思いますよく思いますこれは頻繁に、うん、全然違いますもんねやっぱりちょっとねまたね,ねまあどっちがいい悪いでもないんだと思うんですけどそっちのあれもやってみたかったなっていうのは唯一思うことですかねそれ以外は僕も季節君と一緒で。 割とプラスに、プラスに、忘れていっちゃうタイプですね。はいはい、ありがとうございますさあ続いて前田さんにも同じ質問で、最も後悔していること。あーでも、中学校と高校、もうちょっとちゃんと楽しめばよかったなって、すごい後悔してます。かなりお忙しかかったですか忙しいふりをしてました、中学の時は。 っていうのを口実に学校になんかどうにか行かないようなっていうダンスレッスンですとかやって,やってたのでもうちょっとその時楽しめることいっぱいあったんじゃないのかな卒業式の時すごく後悔しましてあのこう50音順じゃないですか大体でこうあの後ろを向いて歌わないといけなくて一番後ろだったんですよ前田ってで歌詞が全然わかんなくて。 みんなすごい泣きながら歌ってるのにそれに全く入れない自分がちょっとあ私もったいないことしたなってその時にすすごく思ったんですよねそこからやり直したいなみたいなことって思うんですかうんちょっと思うかもしれないですちゃんと学校行ったその学生生活を送ってたらどうだったんだろうなっていうのはありますねありがとうございますすごい皆さん具体的に、ね、思い出していただいてありがとうございます最後に田中さんにも伺いたいんですが、はい、ありますか私は 二十歳の成人式の時を結構思い出すんですけど二十歳の成人式の日に、まあ、お着物を着てそれで髪をあのセットしていただこうと思って美容室に行ったんですよでそれで結構時間がかかってしまってでもお着物だったしそのどれが終わりかとかもわからず大丈夫かなと思いながらあのセットしていただいたんですけどもう始まっちゃったんですね式が。だけどなんか 言えなくてあんまり <laughs> やっていただいてるしああどうしようと思ってでもすぐ終わるかもしれないってちょっと黙っちゃっててで、ずるずるちょっと長くなってしまってで始まっその終わっやっとセットが完了したんですけどあ、写真撮ってくださいっていうことになってで、あ、はいって言って写真も撮ってでじゃあ私も私もって写真を撮っていって。で 慌ててその式に行ったらもう終わりの方だったんですよ。あっ来たのあれなみたいになってで最後みんなと写真撮るだけになってしまってそれで式が終わっちゃったんですねだからいまだにその成人式の季節になるとこう着物姿であの歩いてるみんな見たりとかテレビでやってる姿見ていや一体式は何があったんだろうって。<laughs> みんな何を聞いてきたの何を感じてきたのっていうことをねよく思うんですよ。そこですかね、頑張ってあの途中でも走っていけばよかったなとか何かいろいろあの時間に合ってるわあの二十歳の成人式っていう大事な日、はあ、みんなと同じ気持ちを感じたかったなって思って。 でも行ってもそんなに記憶残ってないなっていう人も結構いそうですけどね <laughs> 何があったかっていうのはね行かなかったからこそ俺は埼玉スーパーアリーナだったからんなと覚えてすすごいですよね 東京っていうか地方だったんで <laughs>、うん、その会場の大きさとかも全然やっぱりテレビで見る <laughs>、うん、埼玉スーパーアリーナみたいなところでみんなが集まるすごい逆に愛情が分散されますけどね<ー>なんかこうこうみんなこの人生の先輩たちが話してくれることがこうならならいこう見たこともない、知らないざっくり埼玉市の皆さんみたいな感じになるのでなんかボケっとしてましたよ。<laughs> うん、泣いたりこうしてる方とかいるんですか先生の言葉を聞いていやー、そんな記憶ないな,な聞,聞,いて聞いてた全然 <laughs> <laughs> 記憶ないな<の>覚えてるのな、成人式って聞いみみたいですねん<ー>ななど、はい、うのだから、なんかこう地元のに行ったらいいんじゃないですかあこう人生の先輩として参加したらどうですか、すか成,人ね、成人式に。 私がはいあもうびっくりしちゃった今本当ですか参加してそれはいいんじゃないですかいやみんながざわざわ絶対されますよねあの人何しに来たらいいじゃないですか二十歳のこれから人生頑張る人たちに向けて話す側で結構バレそうですけどねいやいや本当今の話もしつつじゃあみんなで行きませんか企画してくださいこれを言い下げてこの作品言い下げて来年の一月っ来年の一月かうん一月じゃあ 集まりますはい、ちょっと後で相談それは <laughs> はい、急浮上したんでありがとうございますというところであのすいませんここでですね実は皆さんにサプライズで言っていなかったことがございまして、えー、本作の原作者萌柄さんよりお手紙を頂戴しておりますので<う>代読をさせていただきますまずは萩原監督へのメッセージです一人一人はい読ませていただきます 一番最初に萩原監督から僕たちはみんな大人になれなかったの映画を僕にやらせてくださいという熱いメールをいただいたのは今からもう4年以上前になりますね何か一緒にできないかと萩原監督の仕事場で何度も何度も話し合ったのが懐かしいです萩原監督もちょうど仕事で悩んでいる時で僕も慣れないものを書く仕事に悩むを超えて病んでいるような時でした 最悪の時に最高の仲間に出会えたんだなと振り返って今思います俺たちこれからどうやって生きていこうかという打ち合わせらしからぬシリアスな話をしていた時どちらの道に進んでも足踏みしているよりいいじゃないか前へ進もうそんな物語にしたいよねと方向性が決まったことも鮮明に覚えています夢を持って生きている人も夢破れた人もそもそも夢なんて持たないで 今日頑張っている人も死にたいなんて冗談と本気半分くらいで生きている人にも何もないよりは良かったじゃないかと人生を振り返ったときに人は思うから思うはずだからとそっと背中を押してくれるようなそっと寄り添ってくれるようなそっと抱きしめてくれるようなそんな作品になった気がしままますあありりががととととうううごござざいまいいいししたたた萌えことで監督宛てにいただきます。 続いて出演者の皆様にも届いております内読させていただきます死者を見せていただいた時べての登場人物たちがそこに生きていると感じることができましたそれどころか彼らがまだこの世界のどこかで今この瞬間も踏ん張ってうまくいったり行かなかったり泣いたり笑ったりなんとかかんとかやってんのかなとドラマの世界と現実が未だ地続きになっている始末です ラーメチトセ屋でチャーシューメンを食べてみたい、七木京子のライブに行ってペンライトを振って声援を送りたい、バビロンのママに励ましてほしい、これでよかったんだよと前田由香には言ってあげたい、荻野にはそれでも粘って役者になる夢を諦めないでいてほしい、望月香織先生が幸せだと思える瞬間に立ち会えて嬉しかった。 この作品に命を吹き込んでくださったすべての出演者の皆様に最大限の感謝と拍手をお送りしたいです。心から愛せる作品になりました。萌え柄。というふうにいただきました。萌え柄さんありがとうございました。はい、ご感想を萩原監督。監督宛にいただきました。いかがでしたか。いや、なんか感動しちゃって。<laughs> そうですね。<laughs> あの。本当にこう。 萌原さんとこう話しているとこうんだろうな自分自身もこうその言葉にこう励まされるじゃないですけどなんかこうね今ってこう割とこう白黒全てはっきりつけたがるじゃないですか多分そうやってこう決めてどんどん前に進んでいかないといけないと思うんですけどでもそうじゃなくて別にこうグレーでいいじゃないかとその夢を追っかけてもいいし諦めることが ね、なんか悪いみたいな風潮になってますけど、いや別に諦めたっていいじゃんっていう、なんかこうすごくこう話してるとすごくこう自分自身もこう肩の荷が降りていった瞬間があったので、なんかそうですね、なんかその時のことを思い出してちょっと胸がはい熱くなりました。はい、ありがとうございます。代表して成田さんにも伺いましょうか。はい。そうですね。うん確かに。 自分も作品を見て命が吹き込まれていると思ったしこう一人一人を見てそうそう自分もって思いながら受けていたんで,んですか、ね、それを、萌えがらさんにそう言っていただけるというのが一番嬉しいですね、やっぱり検索者の方が良かったと言ってもらえる作品ができたってことは本当何よりだと思います。 ありがとうございますということで萌柄さんからのメッセージあの後ほど皆さんにもしっかりとお渡しをさせていただきますありがとうございましたありがとうございますというところでこの後上映の時間もございますのでそろそろ最後に、えー、萩原監督そして成田さんから一言ずつ皆さんにメッセージをいただきたいと思いますまずは監督からすいませんお願いしますはい。えー、っと本当に今日という日を迎えることができて嬉しいですで、本当に僕が大好きな方たちと 一緒に仕事ができてで本当にさっきもがらさんも手紙にもありましたけどそれぞれのこうキャラクターに命が吹き込まれて動いている姿を見て自分も現場でも編集しながらもなんか何,何度も本当にこう胸が熱くなった瞬間がありましただからあのようやく早くね皆さんにこう見てもらえる日が来たことをあの本当に嬉しく思ってます。えー、そうですね まあ今日の日が変わって、えー、20日から配信開始されるんですけどあのもし、今日見て少しでもこう、えー、心に残ったなら、えー、ぜひ、ほかのお友達やご家族にも、えー、このあなたに聞かせたい歌があるんだのお話を、えー、してくれたらと思いいまます。えー、本日あありりががととううごござざした。田監督ありがとうございます。 成田さんお願いいいたしますはい、もうね内容や思いに対してはもう萌えさんのお手紙や今監督が言ってくれたことなんですけどうんまあやっぱり今皆さん、本当に話していた通りになっちゃうけど人生につまずいてなかなかこう失敗だらけな人生のが当たり前じゃないですかそんな中でこうもがいているけど。もう その進んだ道がチャレンジしてミスをしたでもそれは失敗という一個のくくりじゃないと思うしなんか、うん、この出演者たちは何かを諦めてやめた人たちの先にある物語を感じていただければなという作品になってますし、うん、何より 何だろうな何ですか、ね、どううんそれぞれすぎて <laughs> なかなか1個にまとめるのは難しいですけどうんやめることが間違いじゃないと必ず思ってもらえる作品になってますでやめることにも勇気がいるしずっと楽しいわけじゃないんででもやっぱり進んでいるそれでいいじゃないかという作品になってくれますこれはやっぱり 少し辛い思いをしたときに抱きしめてくれるような寄り添ってくれるような作品に皆さんのもとに届いたらいいなと思ってます、これはやっぱりドラマや映画ではなくて配信なのでずっと見続けてもらえる作品になっているのでこれはずっと自分たちもそうだし、見てくれた方にこれから見てくださる方にもずっと愛していただける作品になるかもしれないなという思いを。 持っています明日からぜひ皆さん楽しんでいただければなと思っております今日はこれから配信の配信じゃないわ配信の前に見ていただけるということでぜひ楽しんでください本日はありがとうございましたありがとうございました なんですかあの日あの教室で僕らの人生は何かが変わっていたのかもしれない先生に似てるなと思ったんですけど <laughs> <laughs> 皆さんもこれから10年経ったら27歳になります私の今の年に必ずなります 小説家になりたたたかかっっ諦めるのが怖かったんだ夢だった役者の道を諦め私にはもうこれしかないんだ後悔しないように夢を諦めるのは夢を諦めないより勇気がいった。 あなたに聞かせたい歌があるんだ。やっぱり役者になります。なりたいさ。二十七歳にもなってカラオケの真っ最中に会社を辞めた話は最高に好きだった。